バッテンです。今日はですね、せい先生がツイッター上で投稿されていた問題がとても面白いなと感じたので、そちらの問題をですね、私なりに解説していきたいと思っています。ツイッター上のせい先生の投稿をそのまま話していただいています。分野としては三角比の分野ですね。予言定理とか制限定理を使って、なぜか解が2つ出てくる問題ですね。辺の長さなどが2つ出てきてしまうと。 それなりのレベルの問題集を解いていると、誰もがですね、一度は経験する問題かなと思います。そのからくりをですね、説明していきたいと思います。問題の設定はこちらです。AB イコール5 BC、BC イコール3。各 C の大きさが各 B の大きさの2倍と。であるような三角形 ABC がある。まあ、図形的に考えると、こういうイメージですよね。この時に AC の長さを求めようっていう問題です。解答例。 各 B をシーターと置くと、各 C は2シーターですね。で、AC を X と置いて、三つが2つあるんですね。シーターと X。ですので、なんとか式をですね、2つ立てて、三つ、2つ求めていきたいなという発想で進んでいきます。で、シーターと2シーターと角度を置いたんですけれども、三角形の内角の和が180度。なので、それからですね、このシーターに範囲がつくんですね。0から3分の π と。この元で、まずは制限定理。 角度とその対応する辺ですね。それを2組取ってきてあげて、こちらのようにですね、辺とその角度のサインの比を考えてあげて、それが等しいよっていう式。で、もう一つ式を立てたいんですけれども、予言定理を考えてあげます。つまり、x2 乗っていうのが、5の2乗プラス3の2乗マイナス2る5る3 × c o s タと。これで式が2つ立つんですね。ですので、あとはこれを解いていって、x を求めると、3と 2分のマイナス3プラスルート109っていう2つの解が出てくるんですね。でも実際は答え1つなんですね。じゃあなんで解が2つ出てくるのかっていう話が1つ目。で2つ目はじゃあ正しい解はどちらですかという話をしていきたいと思います。ではですね、解が2つ出てしまったそのからくりを紐解いていきたいと思うんですけれども結論から言うとこういう条件の三角形 ABC ですっていうものをですね 出発点に、正弦定理と予言定理で、式を2つ立式したんですけれども、実は、その正弦定理の式、丸二ですね。余予言定理の式、丸三、この2かつ3っていう条件は、この三角形 ABC の条件に対する必要条件になってるんですね。つまり、こういう設定の三角形 ABC ならば、この丸二かつ丸三っていう条件が成り立ちますよと。でも、丸二と丸三が成り立ったからといって、 こういう三角形に一つに決まるよとは限らないっていうのが今回のからくりです。で、この後の式変形っていうのは同値変形をしていて、で、解が二つ出てきていると。で、原因はここの丸二と丸三を満たすような三角形っていうのが、実は一つに決まってないよっていうのがポイントになります。じゃあどういうことかっていうのをですね、図形的に解釈していきたいと思います。問題の設定は、この左側のようなイメージで、 各 B と各 C っていうのがシーターと2シーターですと。でこのもとで制限定理、余弦定理考えたら上で見たような丸2と丸3の式が出てくるんですよね。制限定理、余弦定理と。ただここでこういう三角形を考えてみます。つまり各 C のこう外角が2シー,ター。なので各 C の内角180度2シー,ター。こういう三角形を考えてみます。他の辺の長さっていうのは元々の条件と一緒で ab が 5, bc が 3, ac が x で各 b が θ とするとこの三角形 abc において同様に正弦定理を考えてあげると sin 180 °-2θ っていうのは単位を考えてあげるとこれ sin 2θ と等しくなりますでこの式見てみると丸2と全く一緒ですよね で、もう一つは予言定理でした。予言定理考えてあげると、こういう式になるので、これも丸三と全く一緒ですよね。つまり、この右側の頂点をですね、ややこしいので a、a', b', c' と置いておくと、この三角形 a、a', b', c' においても、この丸2かつ丸三っていう条件が成り立つんですね。2θ ーーが90度ではない限り、 この三角形 ABC と三角形 A'B'C' って違う三角形になります。各 B の大きさが異なってくるので。2θ が90度ってことは θ45 度。丸2かつ丸3を満たす三角形って2つ存在するんですね。つまり 2θ が内角か外角かっていう2つで。今回 θ イコール45度としてみると、この丸2と丸3を満たすような x は存在しなくなるんですね。 ですので、今回シーターは45度ではないと。ですので、この丸2かつ丸3っていうのは必要条件であって、三角形 ABC が一つに決まらないというのが、今回の解が2つ出てきた裏にあるからくりでした。で、まあこういう解が2つ出てくるのって、決して今回の問題だから出てきたっていう話ではなくて、結構これはよく登場するポイントなんですね。ですので、もう少しですね、一般的な設定で、 どういう時にこういうことが起こりうるのかっていうことを少し話してみたいと思います。三角形 ABC があって、辺 BC の長さを X として、で各 B をシー,ターと置いておきますで。各 B は各 C よりも小さいっていう設定、今回と同じような設定ですね、があったとします。この時に、まあ、この X をですね、B とか C とかシー,ターを使って計算していく問題ってよくあるんですけれども、こういう時も X っていうのは解が2つ出てくることがあります。 こういう場面においてですね、x を求めたければ、予言定理が活躍するんですけれども、予言定理立ててみると、b2 イコール、x2 プラス c2 マイナス、2かける c かける x コサインシーターとなると。で、少し掘り下げてみると、この式ってどこから出てきたか、まあ、つまり予言定理の証明ですね、を考えてみると、この頂点 a から辺 bc に向かって水線を下ろします。で、水線の足を h としておくと、この三角形、 ahc でですね、三平方の定理を考えていくんですが、ac は b ですと。で、ah って何になるかっていうと、これが c sinθ になりますね。で、hc、AH、が何になるかっていうと、この図においては、X、x-c×cosθ になるんですね。で、三角形 ahc で三平方の定理を用いて、b2 乗イコール c2 乗 sinθ2 乗プラス x-ccosθ の2乗と。これを展開して、sin2 乗足す cos2 乗が1っていうのを使いつつですね、整理していくと、この上の式が出てくるんですよね。これが、まあ、予言定理のオーソドックスな証明なんですけれども、これ2乗しているのが割とクセモノで、これ実はですね、この a から bc に下ろした垂線の足がですね、c よりも外に出てる場合を考えてみて、 そうするとこの AH の長さっていうのはさっきと同様に Csinθ になるんですけれどもこの HC っていうのが Ccosθ-x になるんですねそうすると先ほどと同様に三角形 AHC で三平方の定理使ってあげると B2 乗イコール Csinθ2 乗サインシータ乗ここまでは一緒なんですけれども3項目 hc の2乗っていうのは ccosθ-x の2乗になると。三角形違うんで、まあ、パッと見この2つって違う式に見えるんですけれども、これ中身ひっくり返したものの2乗なんで、これ実は全く同じになるんですね。なので、こういうタイプの問題でこの式から x を求めようとすると、それっぽい答えが2つ出てきてしまうっていう問題は、 結構問題集を解いているとよくあります。その背景にあるのはこういう2つの三角形。まあ、求めたい X じゃない辺は一緒なんですけれども、それが外側にあったり内側にあったりして、三角形が2つ存在してくる。で、それによって X が2通り存在するっていう状況になります。まあ、すごく細かいんですけれども、まあ、各 C がですね、90度だったら、先ほどと同様に三角形っていうのは1つにバシッと決まります。が、90度なかったらこういうふうに。 二通り考えていることになるよというのをですね、頭の中に入れておいてもらえると、まあ、解いてて、問題集とか解いててですね、まあ、答えが二つ出てきたときも焦らずに対応できると。まあ、焦らずに対応できるっていう話なんですけれども、じゃあどうやってそこから一つに絞り込むかっていうのが、まあ、今回の後半戦ですね。二つ紹介します。一つ目は、まあ、せっかく二つ回求めてきたんで、ここからじゃあどっちが正しいのかっていうのを判断する方法。 2つ目は全く違う回答を紹介したいと思います。じゃあ1つ目、いた2つ出ましたよと。じゃあどっちが今回の問題に合ってるんだろうっていう時に、さっき話したようにですね、異なる2つの三角形にそれぞれ対応してるんだなっていうのが頭の中で見えていると、じゃあどっちの x がどっちの三角形に対応しているのかっていうのを考えていくことができます。そうすると、各 a っていうのは、180度マイナス 3θ。 もしくは、外角が 2θ ーーのケースを考えていると、角 A っていうのは θ。2θ-θ で、θ ーーになります。で、角 A が θ ーーの時っていうのは、角 B も θ ーーなんで、ここに等辺三角形になって、AC って3ですよね。で、AC3 ここにあるんですよね。なので、残るもう一個の方が、角 A イコール180度 -3θ。3シーター で今回の問題の設定っていうのは、こっちですよと。つまり、各 C が2ーであるような三角形を考えているので、それは x イコール2分のマイナス3プラス100、ルート109の方ですよっていう、することもできます。でこれは、なんで解が2つ出てくるのかっていうのを、ちゃんと理解していると、書ける答案かなと思いますあ。解が2つ出てきましたよと。でも実はこれは、こういう三角形とこういう三角形を表してるんですよと。 で今回の問題ではこっちの三角形なので、解はこっちですっていう考え方ですね。ではもう一つは、今回の考え方はまあ置いておいて、スタートからですね、全く違う切り口で考えていく考え方を紹介します。それが補助線引いて、初等期間で考えるっていう方法ですね。で各 C の二等分線を引きます。AB との交点を D とします。この時、 ののの二等分線の性質から AD の長さを計算するこ,とができますここで三角形の相似に着目するんですね三角形 ACD と三角形 ABC ちっちゃい三角形と大きい三角形が相似ですとでこの相似比から式を立てていきます でこの右側ですね、x 今回0ではないんで、x で割ってあげて、こういう風うになります。なので、内項外項を考えてあげてで、これを解いてあげると、さっきと同じ解が求まりますと。でこの方法でいくと、x イコール3っていう、もともとの問題の解答で出てきた余計な解っていうのは出てこないことになります。これはもともと、この各 C が 2θ っていうのを前提として図形的に解いてあげているので、 x イコール2分のマイナス3プラスルート109っていうそれに対応した x しか出てこないというのが別解になるかなと思います。こういうふうにですね問題集で一度は目に触れた方も多いんじゃないかなと思うんですけれどもその時にただ回答を覚えて答えを導くのではなくて何で2つ出るんだろうとか少し立ち止まって考えてみるようにすると どんどん数学的な考える力っていうのもついていくと思いますし応用力ですね問題が少し変わった時に対応する力っていうのもどんどんついていくかなと思いますなので問題を読んでその問題を考える自分で解くために考えるっていうのも一つ大事ですし解説を読んで何か引っかかるポイントがあればこれは何でなのかなっていうのを考えることも一つ大事なのかなと個人的には思っています そういうことをですね、一緒に考えていけるための動画を私自身も作っているので、またこれからも見ていただけると嬉しいです。では、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。